Welcome to the Gundam Online。 どうもシェルビです。今回はちょっと環境を変えましてマイクのベッド導入してみました。そのためですね、声質や音楽の聞こえ方っていうのが若干変わったんじゃないかなと。まあここからね、いろいろと試していこうかなと思うので、まあ聞き取りづらいところとかあるかもしれないですけども、まあいろいろ試行錯誤しているんだよというので、ご理解いただければ幸いです。そんな感じでございます。さてどうなることやらですね、これがちゃんと撮れてる、ちゃんと撮れてなかったらお蔵入りするので完全にもう爆死なんですけど、まあね、マップはジャブロです。マップはジャブローの、もうオフピーク帯の時間ですね。で、教習4期でやっております。今週はなんか教習4期でいいかなって感じですね。ランキング的には微妙ですけど、まあいっかみたいな感じですね。オッケー。おう、オッケー、いただき、いいですね。なんか壁に向かって走ってるあれですよ。あ、5号機がいましたね。そっちは壁だぜという感じでございますけど、まあ先行ゲルググですけども、格闘もあっていい機体ですね。改めて思います、本当に思います、いい機体でございます。あ、中央取られてますね、もうすでにかな、取れてないか。ふるさとの女たち、はい、オッケー、甘い甘い。ブルーディスティニーなぞ、甘い、プロガンなぞ。いいですね、ゲルググさんは。まあアクトもそうですけど、マレットもそうですけど、いい機体ですよ、ほんとバズーカなくなってしまいましたけど、危ない。いましたね。あと一発、ちょっとやっちまったな。射程がないんでね、めんどくさい話でございます。あー、残念。血を取ってるんでね、まだ若干負けてますね。みんな頑張れ。というわけで、いきますよ。血は取ってるんで、血を押していきたいところでございます、私は。あ、嘘マジか。残念。一応せっかく取ってたらもったいないですね。北なんかいいんで、まあ北ツルムで押し返すのはいいんですけどね。あ、もったいね。中央やばいですよこれ、この流れは。オッケーオッケー、ナイス。ミサイル、もうなんかあんなとこで爆散してますね。うそ、まずいな。ちょっと立てる。あ、うそだ、こけなかったぞ、残念。まあだけど中央取ったおかげでね、取っているおかげで少し蒸し返してる。日本語がめちゃくちゃだ。いや楽しいですね、格闘は楽しい、大事です。それあ、こっちじゃない、あっち行きよりいましたが、ナイスかわしですね。いいかわしだ。お、なんかいたぞ。大丈夫、これまだ大丈夫。
OK。 甘いわ。逃げればいいものを。甘いわ。ああ。残念ですよ。あなたでは私に勝てますよ。あ、ここを使って良さそうですね。こんな感じで。やばい。ちょっと高コストなんでね。あ、やばい。Z 抜けられてますね。X。押し切られてますね。どうしたジオン軍？スチルムファースト部隊を。ちょっと真面目に押し切られてますね。ね。なんだろう、階級的に同じようなもん、まあ、もう完全6ピーク隊なので、みんなやり込んでる人しかいないんじゃないですかね。内緒はもう完全に偏ったマッチングか、そういうもうなんか廃人どもの巣窟です。巣窟出撃する地点を選択してください。この時間帯は、まあ、ちょっとね、最近ちょっと4月の3日かな4日かな、まあ、なんですけども、まあ、お仕事の関係でね、この時期っていろいろあるじゃないですか。なんでドタバタして家帰ってすぐ寝てしまってって感じですね。こんな時間ですみたいな。で、OK、いいですよ。倒してくれ、倒してくれ、だんだん倒してくれ、だんだん。うふう、うわっ、シビアですね。おっと、まあ強襲が多いんで、ただ単純に力負けしてる感じではありますね。中央取られちゃったし、北も中央取ってたんですけど、北押し切られちゃっているので、まあ完全に力負けですな。しっかり頑張れよ、熱くなれよ。よいしょ、縮小、蹴りがなかなか難しい。よいしょ、当たるんですね、伸びるよ。赤いのは、赤いのの D 式は伸びるからね、舐めてもらっても困るよ。ポケね、高バランサーですね。一応これ F 型なんですよ。200以上あるってことですね。撃たれまくってます。あ、そうか、3連式出した。普通どうも忘れちゃうんですよね、あれ。うっそだー、赤いは強いんだぜ、あのガンダムだってなみたいな感じでございますね。いや、楽しい、格闘が振るのすごい楽しいですな、とても楽しい格闘。いや、ほんと楽しいんでね、やってて楽しいでございますよ。よいしょ、ビームコーティング、きついですね。敵の数が多いぞ。しかも復活させられちゃってますね。ちょっとこれは厳しいですね、厳しい。まあだけど楽しみましょう。やっていうかね、やってて楽しい、この構成超楽しいです。いや本当に敵がね、あの高バランスやめてくださいって感じですね。しつこい、しつこいですよ。これはちょっとまずいんでね、
押されまくっております。まあ落ち着け。これちょっとコンテナがすごい出てますけど。カメラは生きてる。だった。回収を優先させましょう。褒めてやろう。さあ来いよ。ただね、この1対3状態はちょっとまずいですな。さすがにね。よいしょ。さよなら。オッケー。甘いのだよ。逃げるのか。よいしょ。そんなんでいいのか、水中。水中。水ガンですね。水中ってなんだ。よいしょ、即離脱ね、大事です。あー惜しい。いやー、なかなか楽しい。なかなか楽しいですね。超楽しいんですけど、格闘機。最近ね、ずっとね、格闘機以外ね、まあご存知、見てくれてる方はご存知と思うんですけど、格闘機以外ずっとプレイしていたので、銃撃とかね、やっぱ楽しいですな、凝集は。楽しい。敵をした、それで終わりか。敵多いよ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。まあ、真ん中あんま中央いないんですね、思ってるほど。難しい。難しい。いや、射速は超難易度高いですよ、このゲーム史上。あの格闘はね、だけど楽しんでね、射速を使いこなす。ちょっともったいないですけどね、今のね。さあ、ちょっとね、まあ見ての通り高コスト編成なんでね、そういうこういう弊害は出ますね。グフね、フィンガーね、抜いてね、もっとコスト安くしてもいいかなという気はするんですけど、ね、100秒で回すっていうのはこいつはすごくありかなって感じなんですよね。ザク 2F 型みたいな感じでやる、最高速度生かしてもお使い切りで、フィンガーとかはまあ何にも格闘で、ヒートフォークをヒートソードをちょっとあの T 式や、まあ、D 式にすると判定がちょっと変わってきちゃうんで、まあ、T 式に上げるみたいなね、そうするとブーストもちょっと上がるでしょう、フィンガー。ただね、フィンガーって軽いんですよね、そういうのもあるんでね、悩ましいんですけど、とにかくブースト容量がすごい短いので、他の機体に比べると圧倒的に短いんですね、1557っていう、もう旧作軍並みしかないので、そういうデメリットがこいつはあります。コストが安い最高速度としては、ものすごい破格の最高速度なんですけど、最高速度が超、ブースの容量がすげえ短いみたいな、そういう期待でございます。当たりすぎだ、少しは避けろ。だから一瞬飛んだだけでですね、こうなっちゃうわけですね、ブースが切れちゃう。回収優先、まずは回収が先決だ。まあだけど行きたいですね、本当に。ヒートソング出しとくとバレるんで。よいしょ、よいしょ。
ここまでやるのに残らず消えてもらう。ガンガン撃ってよ、ガンガン。あっとう。いやー、楽しいですね。いや、この方向性は本当に楽しいでございますよ。行くぞ。どっから撃ってんの？冗談ではない。レーダー故障か。だが、カメラは生きている。なんか変なとこから撃たれてますね。うわ、もろっ。Okay、なんかね、スナイパーからさ、ペチ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 されるわけですよ。よいしょ。甘いよ、ワルフ。君をあんなとこにやりやがる。OK。よいしょ。さすがにこれは無理だ。戻ろう。ここバレないでしょ、いくらなんでもね。やべ、楽しい。ちょっと敵がすぐそこにいるんですけど、あ、回復もらった、ありがとう。だけど弾がないんだ。バレちゃった。残念、もったいねー。ゲルグーグティーンが、ゲルグーちゃんが。いやー、楽しいですね、この舞台は。本当に楽しい。シャーザクを積極的に練習していく。まだね、この D 式とマゼラトップの構成にしてからそんなに日は経ってないので、まだ拙い部分はありますな。よし、なかなか少しずつね、当て方も分かってきたかな。さあ、敵さんはどちら。よいしょ、みかん。赤いのいきますよ、赤いの。超攻められてますね。こけた。スツルムかな、ちょっとこけましたね。多分スツルムでしょうね。あ、日丁か。最近ね、結局ナパームよりもね、この日丁、結局バランスを取るために日丁スタイルの方が多かったですね。なんだかんだ言ってそんな感じなんですよね。やっぱ5コースにスツルムっていうのは結構難しいですよ。日丁あったら日丁便利ですからね。ゲル攻撃のゲルはそれがないですからね。そういう差もあると思います。手をお貸しします。お、中央がやばい。もう突っ込まれまくってますな。後ろにいるでしょ。よいしょ、いましたね。ザクキャでした。大丈夫、まだしない。あ、うっそ。あと一瞬だった。あと一瞬あればこっちのガクトも入ってたんですけどね。ちょっと押し込まれてますね。てか、かなり一試合通してずっとって感じですね。これ南来るよ、あと49秒。こっちよ、こっちよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、行くよ。
よいしょ、はいはいはい、残念。いや楽しいですね、教習玩機てか格闘機編成とても楽しい。まああいにく負けてしまいましたけども、ちょっとね、厳しかったですな。敵が猛攻に次ぐ猛攻という感じです。いやまあ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 、そんなのよりもとりあえずですね、対象だらけか。まあ階級的に差がこの時間オフピークタイムをこういうゲームですね、もう残念ながら個人評価の報告です。まだこれはいつか変わるのかもしれないですけども、まあ早く変えないとこのマッチング自体はどうしようもないと思うんですけど、そんなのはまあとりあえず置いといて、とにかく楽しいですね、とても楽しいこの構成。ただね、見渡しのいいマップだと小規模戦を大前提としてるデッキなので、ニューヨークとまあニューヨークならまだいけるかな、見渡しの良いマップだと特に鉱山都市とかね、かなりきついと思います。そんなにバランス高バランスのじゃないんで、バズーカーとか流れ玉でこけちゃうんで、流れ玉でこけてしまうので、まあまあこの時間2000人しかいないっていうのが、まあ大体時間帯をさせていただければという感じですけども、まあそうなんでね、まあね、 D 式はね判定が強いんですけども、まあそれでもね、他のキャラに期待に比べるとちょっと判定弱いっていうのが正直なところですね、で3点式だっていうことを忘れちゃうんですよね、まあ62これ外してもいいかなという感じはするんですけども、もうこの2つで男の2つでみたいな、そうするとね、116、まあ少しバランスがみたいな感じですね。ここね不バズーカにしてもいいんですけど、どうせこけないやつはこけないしっていう最近感じですね、しかも弾数がね、ガルバレディみたいに6発あるわけじゃないので、4発なんでね、そういうのも考えるとまあ2発打てるこっちかなという感じ、もうまあないしは気筒の速さを生かしたもうこっちにしてもいいかなという気はするんですけど、重さ一緒なんでね、まあ、ただ空中で当てやすいっていうのがあるんで、空中に当てて当てこかすみたいなルールを考えております。まあ、なかなか苦労とですね、変な、本当にそんな感じです。だから使っててこの機能機は全部楽しいですね、格闘絡ましてやると、どの機体でも非常に戦えるんじゃないかなと。まあ格闘がねきついきついって言われてますけども、全然マップとかによりますけどね、まだまだいけると思うので、たまにはそういうのも使ってみてはいかがでしょう。割とね下馬評はあんま当てにならないです。案外使ってみるといいっていうのはあるので、下馬評よりも自分の感覚を信じましょう。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。シェルビでした。